つって幕に出して秀美奈美。皆さんいなくね。みんなパスポート。なんですか。ありがとうございました。もうね、99% 酔っちゃう。あ、違う。100% だ。何を言ってるんですか。調子なんだよ。ただいまより我が家ゴールデンウィークキャンプ始まります。今回はランベお座敷。いや前回もランベお座敷だ。中も張り終わりました。今からケーブルとか入れていくけど、今から静かになったね。刺し水に乾杯。まいりました。ただいま。あーもう動かしてる。まあ、あとはチンタラ食って飲んで、うん、昼寝して風呂入ってっていうだけ。もうこうそれを繰り返すからちょっと運動せえねえ。年々なんかキャンプの過ごし方がひどくなっていくっていう。ゴミ言ってくれたらこの下置いてる。宮村定休日の時地獄やん。地獄あると思って引くの。定休日一気に勘弁してください。一気になんか移動距離増えるから。何を食べればいいんですか。もうワンちゃん道の駅に期待するしね。あそこでバーベキューになる。今日の入浴券一人400円で購入しましたので今から行ってきます。これがそうか、これですます。ここで今のお父ちゃん宮城と一緒にキャンプ行くして何してんの。これカの島レモンエール飲んでみよう。テールエール IPA で、じゃあみなちょっと乾杯を。はい、ちょいちょい赤い爪がなくて、爪がなくて赤い。
じゃあこのゴールデンウィークも土佐清水に乾杯。乾杯。おやすみ。あ、このバター美味しいわ。美味しいですか？よかった。最高に太れる。おい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 。うん。みんなビトロか？あー、いいっすか。うん。バターもジャムもいる？はい。はーい。これマッコアが出てきた。はい、ミナピー3分で立てて。トゥル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 。マジ立ったら届かへん。全然これ3メーターってことはないんじゃねえか、みんな。この真ん中さえ上がってしまうね。あそこがなんか曲がりそう。一人でやったら。ブスって幕に出して入れみな。じゃああとブスが残ってたわ。ビビが。今度は結構綺麗に晴れたよね。明日の夜はでもあれやで、さっちゃん、わら焼き体験すんねんで。だからまあまああんで。あ、わら焼き体験プラスあれでしょ？焼肉も。するから、ちょっと、あれしとかないと。ね、わんちゃんだ。ちょっとお塩をかけたりすると、甘みが引き立って。あ、でもそのまま食べる感じだ。食べたい。1300円になります。ねえ。小夏も早速ムキムキして食べようか。冷えてるものもありますが、常温はどちらがよろしかったですか？冷やした方が美味しいですか？うん、冷やした方が美味しいです。そうなんだ。冷えてるやつ、冷えてるやつ、冷えてます。乾杯。一個おかしいけど、マジでもらえる。全部あの、これでは。うん。あー、うまい。結構うまい。これいいね。うまい。今日は簡単サラドン。こういうのに中のハムベリー。あ、そうか。あの一つをバリって半分に割って出てたら入る。豪快、超豪快ですね。え、私今お野菜飛ばしました。なんでこうなの？スープがさ、もう溢れそうなんだから。おー、いいんじゃないですか？あ、いいっすね。さっちゃんが使いたかったアイスプレート超おいしい。はい、ポワーカメラ目線。こっちスープと、これみやび、早くな、開ききんで。お前、嘘やねん。入れようとした時に、入れようとした時にみなぴんトイレしちゃう。乾杯。お、あ、ポール最高。ポール、うん、ちょっと大きめって書いてる。アポロが、うん、あの、こっちのパウンドケーキさ、1個あの、お待ちかねの15時です。
焼き鳥のお時間です。焼き鳥のお時間です。おやつの時間です。焼き鳥です。レモンサワーでいいかな。した昼飯食いながらおやつの話して、その後のおやつの話までして。で、3時でおやつ食べながら晩飯の話。そう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 。でもビール片手に来ましたよ。待ってたんだから朝から。待ってたんだからもう。ももでしょ、はい、それからせせりこれ。ニンニクなんですけど、間にニンニク入ってセセリ最高、はい、セセリがあって、あとつくね、皮、はいはい、で、ズリとハツもあります。匂い嗅ぎながら飲むんだよ。匂いで飲むだだ見て飲む見て飲む見て飲 む, 見て飲むで、嗅いで飲んで。えのこの刺身ってどう？焼き鳥待ちながら飲んでます。おい、たけのこキムチ、めっちゃうまい。美味しいです。めっちゃ美味しいです。ビールがなくなっちゃいます。焼き鳥前になくなるな。うまい、それうまいでしょ。それうまいでしょ。なんで言うんですか。やば、やば、普段の塩のちょっと使わずにちょうど塩だね。早くない二人とも。え、一瞬ほんとよ、一瞬瞬きしなかった。ほんとに私瞬きせずになくなったで今。でかつくねがそうなんです。めっちゃでかい。うまうまうま、うん、ま35本35本、うん、あうち30本消化済み。そうだね、もうすでにあそこに刺してきた。もうね刺してきた。もうねこれ袋いただいたんですけど、カレー、うん、タレ20本の塩を10本の合計30本をもう全部なくなっちゃう。やばいやばい。でキイちゃん今おでん炊き込んでくれてるし。キイちゃんネギマ買ってきた、はい、うん。よっちゃんもミナピーももうね張り付いて離れへんかって。夜ピザもあるよね。あーすごい。じゃあミナピーのところで何時会これ。何時会って何みたいな。5周年5周年なんの。5周年なんの。早い。今日ちょうどおめでとうございます。5周年の土佐清水に乾杯。このように皆様に集まっていただいて本当にスタッフ一同これよりお礼申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、ね、今ベッド持ってこれましたね。はい、それでは今からベッチャの方よりあの言葉をいただいてからスタート。よっ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 。改めまして山中と申します。あの今日ですね、あのいろいろなキャンプ場がある中、あの土佐清水に足をお運びいただきありがとうございました。今日出会えたっていうのは一つの縁だと思いますので、あの焚き火当たり。あ、めっちゃ美味しそう。ピバピバピバ。ピザ一枚。高い。ピザ買わんでいいから新商品買ってみて。でも今ちょっとこのままちょっと食べたくないですか。おおすごい。ひらちゃんひらちゃん。あ、じゃじゃじゃ、なんでこっちにやんの。知らん。知らんって。めっちゃうまいねんけど。あ、これやばい。うまいな焼き方。ゴルゴンゾーラの香りがする。じゃあ一瞬こう来ます。ゴルゴンゾーラだったらひらちゃんいただきます。いや、増えた。なんか、ゴルゴンゾーラ食えた。そうやね。うん。でも、ほんまにこれ、蜂蜜入れとけよって思うな。めちゃめちゃね。今、イタリア好きだって言うから、どういうこと？いいドローン日和だということで、やってまいりましたが。真っ白。ほんま真っ白。いけるいける。全然いける。おーおー来た。私バーガーいただきます。一口目からすごい出汁。私失敗しかしないって言ったけど焼けばわからなくなる。じゃあ大丈夫か。
けるんですね。